ございます。くらこです。2月18日日曜日、今日はこれからマチュピチュ村に向かいます。このバスに乗って向かいます。ではレッツゴー。バスドライブを終えて水力発電所に到着しました。そしてモナカペコペコでちょうどレストランがあったのでちえさんと一緒に入っています。ここでランチをとってから10キロウォーク行きたいと思います。もうバスだけで気が入ったんだよ、やばいよ。ランチを食べてお腹もいっぱいになったので、これから10キロウォークマチュピチュ村まで約3時間歩きたいと思います。
リエさんどこ？開いた。レッツゴー。レッツゴです。まだ30分くらいしか歩いてないけど、疲れた。まだまだこれからです。ちょっと休憩。2回目の休憩中です。30分ぐらい経って、でも平坦だからさっきよりかは、大丈夫。こんな感じで線路の横で、もう真横で休憩してます。おっ、じゃん。まだ多分半分も歩いてないくらいのところですね。結構きつい。平坦なんだけど道が岩でデコボコだから結構きついです。もうちょっと人がいると思ったんですけど、あんまり人が歩いてないのと、さっき通り過ぎた電車もの中にもあんまりお客さんが乗ってなかったので、人少ないのかな。と独り言を喋ってる私を前でチラ見をしてくるリエさん。スタスタ一人で黙々と歩いています。パッションフルーツのかき氷、かき氷、これなんていうの、シャーベット、シャーベット買いました。リエさん、お味は美味しい。
今3回目の休憩です。さっきちえさんが地図を見てやっと半分を越したところです。1時間半ぐらいで歩いて着くと思います。みんな黙々と歩いてる感じですね。マチュピチュ村到着しました。イエーイ、疲れた。3時間、ちょうど3時間ぐらいですね。とりあえずホステルに行って荷物を下ろしてから明日乗るバスの場所の確認とかいろいろしてしたいと思います。ではまた後ほど。一段落して夜ご飯を食べにレストランに入りました。いろいろ回ってたんですけど、お姉さんにナンパをされて断りきれず入ったお店です。フライドポテトにチーズがかかってるのを頼みましたが、こんな感じ。チーズが溶けてない私がこれね、まあ、とりあえず食べてみます。いただきます。メインディッシュ来ました。私はカレーライスみたいなアヒデグリーナ、多分名前合ってる感じで、でリエさんはお魚のフライとフライドポテトのサラダです。召し上がれお、うん、美味しい。あ、ちょっと辛い。パンプキンスープがちょっとスパイシーになった感じ。私嫌いじゃない。ご飯を食べ終わって帰宅途中です。明日リエさんも私もマチュピチュの遺跡に行くんですけど、私はその前にワイナピチュに登るのでちょっと早起きして行きたいと思います。マチュピチュでまた会えたらいいねちなみにリエさんはブログをやっているので概要欄に載せたいと思うのでよかったら見てみてください。旅ブログです。もうちょっとちゃんと宣伝しなよお願いします。お願いします。シャイシャイというわけでまた明日。バイバーイ。